じゃあ前回の動画で襟の本体が出来上がったので、これにこうやってね首に巻いて、で後ろにボタンをねつけて留めてあげられたらなっていうふうに思うんですけど、で今回使うのはこのスナップボタン、これってこうやってパチってこう開けられるタイプね。で私このボタンの付け方がいまいちねちゃんと分かってなくて、いつもこう内側につけるのに表に糸が出ちゃうなって思ってて、でそれを隠すために飾りボタンをこうまたね上につけたりとかしてたんだけども、そうじゃない、実は付け方がねちゃんとあるんだっていうことを実は知りまして、でとても便利なんですよ。なんで初めての針と糸シリーズも兼ねて、今回はこのボタンの付け方をご紹介できたらなっていうふうに思います。ということで、このどこにボタンをつけるかを決めるんですけど、まあ本当につけた姿は後で思いっきり感動してもらうと思って、ここをねこうやって合わせて場所を決めます。はい、こんな感じでボタンをつける場所を決めました。印を書いて、でちなみにボタンはこうやってつけるから、片方は表だったら片方は裏に印をつける感じになりますね。で外してこんな感じでねつけます。でまず最初、これどっちでもいいんですけど、一個気をつけてほしいのが、結構私もやりがちなんだけど、ついついねこっちはこう上にね出っ張ってる方をこうやってつけて、そして反対側もこっちのね反対側も思わず出っ張ってる方をこうつけちゃいがちなんだけど、あくまでもこう受けとね、あとその出っ張ってる方が互い違いにならないと意味がないんで、お互い出っ張ってる方をこうやって合わせちゃうとボタンが閉まらなくなっちゃうから、必ずこの受ける方ね、受ける方はこっちの穴になってる方にしてほしいんですね。意外とねこれね普通につけてるとこうやってつけちゃって、後で逆だったってことがあるんで、それだけ気をつけてほしいなと思います。ということで、まずはじゃあこっちの出っ張ってる方からつけようと思います。でこの点が置いてあるので、ここにスナップボタンに大体こうやって真ん中に穴が開いてるんで、それを待ち針を刺して本当に置きたいところのこの点のところに刺します。でそうすると固定してくれるからね、こうどんどんずれてくってことがないので、まず刺しといて、そしてじゃあ縫ってきますね。で縫うときはこっち反時計回りに縫っていくんですけど、でまず最初は適当に一針すくってもらって、でこっからスタートします。でこのボタンの縁のあたりを一針すくって、でこの4つボタンに穴が開いてるんで、その1つに通します。で通してここに輪っかができるんですけど、この輪っかに針を通します。こんな感じで、これを繰り返します。そうするとこの縫い目がボタンのね外側に来る感じになるんですね。でこれをあと2回ぐらい、1つの穴に対して3回から4回ぐらい、ボタンのね大きさに合わせて、これでもこうやって刺すじゃないですか、
刺したらブランケットステッチみたいに、これでも同じことなんじゃないかな。ぐっと回してね、ほらこんな感じ。こっちの方がやりやすいかもしれないな。もう一回やってみますね。手前から穴の方に入れて、でこの元の糸をくるんと回して、こうほらこれでも大丈夫だ。で次にこっちの穴に移るんですけど、その時はこの根元のね終わったところに針を入れて、次のこの穴のところここまで針を刺して出します。よし。なんか今まではね、すくうっていうこうあの工程がなくて、ただこう裏に表に裏に表にってこうね、あのただ回して縫ってたんですよ。なんだけどこれをまあすれば表にねその布がね出ることがないんだなっていうことをね、なるほどってその時分かったんですよね。なんでこれもまた同じようにちょっとだけすくって、そしてこれをくるんと回して、よし、こんな感じでボタンの外側に最後の糸が来るようにします。である程度もう固まったら、このね待ち針は取ってもいいかなと思って、ほらこんな感じになってきますね。このボタンはでも小さいから3針ぐらいでいいかもしれないですね。よし、ほらこんな感じになります。じゃあこれをあと2つ縫っていきますね。よし、ほらこんな感じでできました。で最後はここで玉留めをしないで、ちょっとこうずらして糸を抜いて、でここで玉留めをします。で玉留めをしたら、この最後針を布はすくわないで、ただボタンの下に通してこんな感じで逃がします。そうするとキュッと引っ張ると玉が中に収まるの でこれをパチンと切っちゃいます。でそうするとほらこんな感じでスナップボタン片方がつきました。でもう片方も同じようにつきます。で間違えちゃいけないのはこっちが内側だったから、こっちは外側につけるっていう感じですね。はい、こんな感じで反対側も縫いました。このねへこんでる方が上になるのが大事ですね。でこんな感じでデコとボコっていう風になってるんで、これをパチンと止められると。で見てもらうとこのね表側に糸が出てないですよね。なんで前はね本当にあのただこうブスブス刺してこのねあの穴のところにこうくるくる巻いてたんですよ。そうするとここにね4箇所絶対に糸が出てたんだけど、この縫い方にすると大丈夫なんだっていうことをね、なるほどっていうふうに分かったので、それ以来ねこれ結構使うようにしています。ということでこの出来上がった襟を手袋うさぎにつけてみます。ここからは通常通りの動画になります。ということで、初めての針と糸、ぜひぜひスナップボタン活用してください。はい、ということでじゃん、襟出来上がりました。かわいい。もう小さいだけでかわいいんだけど、じゃあこれねモカにつけてみようと思います。じゃ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 んじゃ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 ん。大丈夫かな私。まあ大丈夫だろう。よいしょ。いやー見てかわいい。このねこれがポイントでございます。いやーでボタンがねついてかわいい。やっぱねあの
冬の間はねマフラーでいいと思うんだけど、そうじゃない時はねなんかこんな感じでちょっとねワンポイントあると可愛くなるんじゃないかなというふうに思うんですけど、ほら長靴とお揃いでございます。で他の子もね多分やきもち焼くと思うんで作ってあげようかななんて思うんですけど、でこの襟ねすごいのが 2パターンあるんですよ。反対にしちゃう、よいしょ。じゃあこれを逆にしてつけて、よいしょしょしょ、よいしょ。逆にしてつけるとね、このほら立ち襟みたいになるんだけど、これがもっと可愛いのが、ちょっとねこうやって襟みたいに折ってあげちゃったりするとさらに可愛いなみたいな、ほらね、完全に一人遊びですけども、なので手袋うさぎ作って、であのマフラーとかもねなんか巻いてくださってる方もいらっしゃるんですけど、このちょっとあったかい季節っていうか冬になるまでかまではこんな感じでね、あの違 こうポイントをね首のところにつけてあげると、ご自分の手袋うさぎもグローブスバーニーもさらに可愛くまたねこうあの過ごせるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひご参考までに。そしてボタンの付け方、ね、これもあの私もあそうことかというふうに思ってすごいあの綺麗につけられるようになったので、ぜひぜひスナップボタンなんかうまくいかないなという方、参考にしていただけたらと思います。ということで皆さんもこれから素敵な縫い物を楽しみましょう。今日は最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら。